はいどうもこんにちは、ホステルと申します。プレイステーション4のザ・ラストオブアスパート2の実況プレイですね。やっていきましょう。殺されたジョエルの仇を討つために直接手を下したアビーの居場所を探しているエリーなんだけど、いると思われるところの水族館にその仲間のね、オーベンとメルがいて、その二人が口を割らなかったので殺しちゃったというところからだね。で、アビーの場所の手がかりが全くなくなっちゃったところからのスタート。では今日もよろしくお願いしますね。ただトミーと再会できたんだよね。ジョエルの仇を討つためにトミーが単身シアトルに先に乗り込んでたんだけど、トミーを探すのも一つの目的だったっていうことで、そのトミーと無事に再会できたっていうことだね。ジェシーとトミーが会話してる。帰り道の相談だね。この物語の途中でディーナが妊娠してるっていうことが発覚して、すぐにでも本拠地であるジャクソンに帰らないといけなくなったっていうところ。雪で覆われてる。向こうに着く頃には全部溶けてるだろう。どこ行くんだ？ちょっと外に。まだ起きてたの？眠れなくてな。なあ見てくれ、帰りはエレンズバーグを通っていこう。明日フォールシティに着くかってとこだな。エリー、奴らも報いは受けた。でもあいつは生きてる。そうだ、それでもいいか。仕方ないでしょ。うん、また間を通るなんて嫌になっちまうな。それよりもマリアから大目玉食らうこと心配したら？もう慣れっこだよ。でもまあ、お高そうなエリアを通ってた時にネックレスを見つけてな。あれ絶対本物の金だ。本当に本物？間違いない。見せてくれよ。俺だって見分けをつく。じゃあそれみんなからってことにしてよ。自分の分は自分で探せ。大丈夫か？平気。エリ、平気だって。戻ってきてくれてありがとう。お前ら放っておけないし。正真正銘のバカ。じゃあこれならどうだ。お前一人じゃお先真っ暗。その息、まずい。ジェシー立ちな。両手を上げなきゃこいつも撃つ。ダメだエリー、早く逃げろ。さっさと立ちな。ダメだ出すな。黙って。クソ。さほら待って、分かった。武器を捨てて。早く捨てろ。ほら。エリ、ダメだ。ジョエルのせいじゃないの。私を守ろうとしただけ。治療法がないのはこの私のせいなの。彼は逃がして。みんなを殺した。見逃してやったのに全部ぶち壊した。パパ、パパ
次はアビー捜査か。森の中、これどこだろう。いや、それにしてもとんでもねえ展開になってきたな。また振り出しに戻っちゃった。ジェシーがお亡くなりになって、でトミーの命も風前の乏しみ、まあエリーもなんだけど、これ早く現代に戻りてんだけど。あ、だけどさ、こうして見るとアビーって結構いい体してね。たまんねえ、こんなことばっかり言ってる。これ迷ってんのかな、どこ行けばいいんだろう。ねえパパってば、もういい加減にしてよ。こいつのパパって誰。パパ、あ、なんだろうこれ。どこにいるの。人工物があるところに出てきたな。ラビー操作だったらこれアイテムとかないでしょ。この建物の中かな。建物の中っぽい。他に行けるところないね。ここ入っていくしかない。ちょっと嫌な雰囲気。あ、うん、びっくり。ネズミか。あれ瓶がある。これ嫌な感じが。ちょっと待て。瓶あるっていうことはイコール使うってことでしょ。ちょっと待ってよ、これ。あれ、どっち行けばいいんだ。この中トイレ関係ないのかな。これ登れる。登れないね。さすがに大人が乗ったら壊れるか。どっち行けばいいんだろう。今のところは入っても入らなくてもよかったってことか。足跡、こっち。鍵がかかってそう。パパ、足跡は続いてるけど、それじゃあどうやってフェンス越えようかな。鍵かかってるってことはパパっていうやつがかけたってことだよね。何これ、いじめ。おい、どうやって行くんだよ向こう側に。何か動かして足場にして向こう側によじ登っていけってことかな。ただ有刺鉄線があったりとか草木が生い茂ってるところっていけないっていうのがやっていて分かってきた、このゲーム。あ、これアイテムでは。こっち側に行けんのかな。ここがどう考えても怪しい。それともどこかに瓶を投げることによって通れるようになったりとかするってこと。これこことか。やったね。あ、行けるようになったってことだ。器物損壊して先に進んでいくスタイルか。これアイテムじゃないんだね。あ、ゴミ箱を動かせる。ちょっと待って。こっちも行けない。上か。屋根の上に行けるかも。何このチュートリアル集。うわ、1978年。よいしょ。これ時代背景いつだ。動かして。なかなか操作がおぼつかない男。よし、これで向こう側に晴れて渡れそうだね。ここジャンプしていけばいいのかな。入れそうなところはないし、よし行け。上出来。こっち側だ。これで鍵の向こう側へ来たか。あっ、やば。アビー、お前泥だらけになってるぞ。パパもね。え、ほらそこ。あのね、パパがいなくなるたびに私が怒られるんだよ。またまた。みんなパパのこと心配してるの。ここは安全だよ。パパ。アビ、この森のすぐ先にあの子がいるんだよ。だから。じきにお産なんだ。様子を確認したら戻るよ。約束する。ならさっさと済ませよ。
ほら、可愛い娘の護衛付きだ。どうしてこれ？オーエンがバラしたんだ。責めないであげて。あ、おっしゃる。どうやって聞き出した？別に、普通に聞いただけ。あ、一緒にもともと来てたんじゃなくて、ここに来てたことを知らせてなかったとか、だから鍵かかってたんだね。あの子ってなんだろう、動物のことかな。隠れて猫でも飼ってんのかな。俺も昔飼ってたわ。多分そういうことやってた人多いんじゃね。ねえ、これ見て。おい、すごいな。1978年。それはまだ持ってないな。あげるよ。もう二度とこんなことしないって約束するならね。よし、約束だ。信用できない。破ったことあったっけ。ほら、捜索再開。パパ、せかさなくて。すぐに応援に会えるよ。コインマニアか。なんて。別に、ただよく一緒にいるなと思ってね。最近俺も好きだわ、ザジュ。もうやめて。昔中学生の時さ、ギザ銃1枚20円で買ってくれるやついたわ、同級生。二人ともパパの前では必死に目を合わせないようにしてることとかね。この話やめ。それに笑いが絶えない。だってあいつ本当バカだし。おかげでパパにもすごく親切だ。もしかして弱みにつけ込んでるの。まず、アビー見ろ、痕跡だ。またパパ、さりげなく追跡の練習させてない？まさか。効果あり？パパは見つけたよ。そうだけど、ズルした。あらゆる手を使えって言ってなかった？へえ、ちゃんと聞いてたのか。たまにはいいこと言うよね。なんだろう、あの丸い足跡。他にもないか探してみよう。どこにあるだろう。本来足跡を追跡するゲームじゃないから、どこにあるのかすげえわかりづらい。何かあったかい。何もない。続けて。俺に働かせようとしてんだこいつ。ぐるぐる回ってればボタン出てくるかな。お、なんかある。ねえパパ、なんかあったよ。大変だ、もうお産したのか。いいね。ほら、2頭の足跡だ。今のはあの子だ、行こう。なんかヤバそうだね。ああ、苦しいんだよ。なんだろうこれ、お産の跡っていうこと。怖っ。どこにいるんだろう。パパどこ行った。こっち。ああ、ありがとう。ほら。パパ待って、感染者がいるかも。やっぱり動物だな。ここにはいない。迷い込んでたら。銃は持ってきたの。もちろん。ああ、くそ。アビ、シマは針金を切らなきゃ。大丈夫、怖くないよ。ほーら、傷つけたりしないよ。いいだよ。あ、くそ、食い込んでるな。よし、アビー、おいで。ほら、押さえてくれ。わかった。よし、暴れないで。いい子だ。先生、いるんですか。応援、ここだ。は、君も一緒に押さえてくれ。今すぐに戻って。応援、押さえて。早く後ろ通るぞ。よし、掴んだか。あ、はい。よし、いいぞ、アビ。慎重に。もうちょっと。よし。
なんだよ。みんな探してるんです。今すぐ。ちょっと先生。パパ。どうかしたの？おい。みんなよくやったな。あの子が見つかりました。どの子だ？マーリンの話してた子です。トンネルで見つけて、腕に古い髪跡があるのに感染はしていません。ありえない。もう検査を始めてますが、先生がいないと。パパ、行こう。脳と同化してる。選択肢はない。何か方法があるでしょう。サンプルの採取は宿主を破壊してしまうんだ。宿主？あの子は人間、実験道具じゃないのよ。私だってどういうことかは理解している。なのに殺しても平気なの？そうじゃない。でも大勢の命を救うワクチンができる。もっと些細なことで死んだ奴もいるだろう。全て望んだし、これはそうだ。それとも単なる報告？君の同意が欲しいんだよ。これがアビーだったら、これまでの私たちの大義や多くの犠牲、おぞましい行いのすべてが報われることになるんだぞ。これが自分の娘でも同じことが言える？アビー、夕飯持ってきた。どうもありがとう。なあマリン。やって。ありがとう。ジョエルに言わなくちゃ。なぜだ？あの子と国を横断してきたのよ。知る権利がある。成功を祈ってるわ。パパは間違ってない。これが私でもパパに手術してほしい。なるほど。これはラストオブアス1のクライマックスのところだね。エリーのことを検査して、で、いざワクチンを作ろうかっていうところ。で、そこに目を覚ましたジョエルが飛び込んできて、まあ、ここにいた研究員などなどを皆殺しにして、それでエリーと共にジャクソンに帰ったっていうのが1の最後。だからもしかしたらアビーはジョエルに父親を殺された可能性が。アビー、アビー、目だ。パパ、パパ、パパ、だって、だってよ、何やってんの？
もうやめて、殺さないで、ジョエル姉だってってば。やめろ。地獄に落ちね。おい、何してんだ。マニ、後始末で待てよ。狙いは奴だけだろ。こいつら生かしといたら危険だろ。ああ、そうかい。そうよ、証人は残せない。殺せば俺たちも奴と同類だ。こいつらが何かしたか。ああ、俺の顔見ろよ。ちゃんと2階で見張ってりゃ、その可愛い顔も無事だったろうな。どけよ。下がれ。やめて。やんのか。下がれって言ってんじゃん。もうやめて。そうだ、撃ってみろよ。やめな。もう終わったの。アビ、おい、落ち着けって。お前大丈夫か？平気。何？ずいぶん探し回ったぜ。招集だ。アイザックが岸に来いってよ。は？冗談でしょ。マジだ。ほら急げ。今行くわけ？ああ、黙ろうす。わかった。これシアトル1日目に戻ってアビー視点でストーリーが展開するってことかな。ここから夕べは部屋ありがとな。ああ、今度は誰？例の調理場の子？いや、おでんち姉ちゃん。山からご帰還。ああ、科学者の。やる？それが仕事大好き人間でさ、ペラペラ嵐の話ばっかずっとだろ。で、よかったの？ああ、抜群。思い残すことはないね。だろうね。あの子で手を打ったら。そう思ったんだけどよ。俺って懲りない男ですよ。何らかの施設があって中で体鍛えてる奴らがいるな。 WLF の軍隊か。アイザックっていう奴の面を拝める時が来たかもな。よし、そしたら一回切りましょうか。いい時間なんで。次回この続きから。では、ありがとうございました。